ただ何個に増えるみたいな。すげえ朝入りましたね。うん、あとどうか、どうするだけか。聞いてる。なんでだろう。柳？柳？わかんない。なんかわかんない。花輪チャンネル。どうも花輪でございます。今日はランチをお届けしようかなと思いますけれども、今日は何でしょうか、メニューは。五目チーズ。はい。五目チーズ。なんでそこ声ちっちゃい。五目チーズ。なんか言えないの。五目チラシ寿司。チラシ寿司がちょっとね、言いづらいになります。五目チラシ寿司でございます。五目チラシ寿司と、あとうどん。うどんも行きますので、それでは私がごぼうをやっていきたいと思います。はい、もうお得になったよね、これ。これはもう得意なんです。よかったね。これうまくなんでね、やっぱこれでね、うん、こうやってね、どんどん成長していくんですわ。ありがとうございます。お野菜入れます。お野菜食べましょう。ごぼうもいっぱいね、うん、これやっぱ機械で切るのと手で切るの全然違うよね。愛がね、この気候じゃないけど、気が入ってるから。胸肉、うん、もうリュウちゃんがもう勝利も胸肉が今大好きになった。胸肉ね。私はね、もも肉、もも肉言ってたのがさ、胸肉ブームになってますけど、今ね、胸肉ブーム。すごい肉だね、これ。そう、胸肉2枚、約 600g。 うわ。で、ごぼうが大きいの2本、ね、で、しめじ、こんにゃく、人参が2本。うん、これを炒めようかね。今日はもうやっちゃう感じ。うん、高タンパク、低カロリー、ただなんとにつけるみたいな。すげえ朝入りましたね、うん。料理酒入れました。これやんなかった。どれ？あ、本当だ。椎茸入れるの忘れてた。入れよっか。入れる？椎茸入れるの忘れてた。今から入れますか、椎茸。ちょっと椎茸を入れるの忘れてたんで。覚えてすぐ忘れちゃうんだよね。入れましょう。入れちゃっていいよね、もう知らない。こんなレシピになってる。本当は店でナイツの花輪くんが遊びに来まして、娘ちゃんと奥様と、で元気もちょっと帰ってきてたんで、うん、うちの子供3人とノブの娘ちゃん3人のご対面が初めてだったんですよ。対面で、やっぱり元気も龍も勝利もでかいから、で向こう7歳5歳3歳の女の子なんですよ。最初めちゃくちゃでかさにビビってね。そうだっけ、うん、全然ビビってたよ、全然喋んないし、あ、そうなんだ、うん、やばいどうしようかなっていうぐらい。勝利とかもさ、あんまノブのことさ、そんなにさ、まあんま接触してないもんね。接触してないから、あのちょっとテレビとかしか見てないから、うん、ちょっと緊張してるのよ、勝利。緊張してるから、マジ、うん、緊張してノブに対してね。あら、かわいい。うん、醤油、やっぱその時に癒しを入れたのがももちゃんでしたね。あ、砂糖入れるの忘れた。やっぱりももちゃんがいてくれたおかげで、娘ちゃんたちが徐々に和んでいってね、隕石だから。ちょっと待ったらいいかね、これね。うん、はい、うん、めちゃくちゃいい香りだね。このだし、だし汁もちょっと入れる。だし汁もったいないの、これ。うん、まだ何かにも使える、スープに。うどんに入れようか、保存のあれに入れちゃおうか。いいじゃん、花は、うんうん、今回いいアイデアじゃないですか。絶対うどんもうまいよ、出汁が、椎茸の。うん、そういえば、斉藤由貴くんが引退したね。ハンカチ王子ね。あ、そうそう、うん、知ってるね。知ってる、知ってる、だって甲子園って見たもん。頑張れって言ってたもん。うん、あの時、田中くんと斉藤くんで結構盛り上がったね。もう決勝も私、釘付けて見てたよ。確かに。でも、白鵬もやめたから。白鵬
白鵬さん優しいよね。白鵬さん本当に優しくて、うちの家族もめちゃくちゃお世話になって、すごい応援してる白鵬杯っていうのに呼んでくれたんですよ。それでわざわざ佐賀県から佐賀のチームを呼んでくれて、ね、みんなでそれで時津風部屋で稽古もやらせてもらってね。俺も白鵬は、白鵬さんもめちゃくちゃお世話になって、いつも宮城の部屋行くとちゃんこを食わしてくれて、いろんな話してくれて。肌がすごい綺麗だね。つるつる。肌が綺麗だから、色が白いから白鵬って名前つけられた。あ、そうなんだ。そうです。すっごい白くて、もうなんかピッカピカのつるつる。白鵬はマジでいい人です。いい人すぎる。本当にね、純粋で、ルフィみたいな人。ルフィ？本当に本当に。ルフィみたいな人。無理やら欲しかったけど。そうなんだ。本当に仲間を大事にするというか、もう。俺なんかにもそうだし、本当に俺なんか全然若手の後輩とかともご挨拶してくれて、いつも食事連れてくれたりとか。63キロしかなかったから。66キロって言ってたよ、昨日ニュースで。あんか。何でもいいよ、そうね。60キロ台で行きたいんですよ。それどこもスカウトしてくれなくて。あ、そうなんだね。そうです。でもう帰る直前で、お父さんお母さんの日本のお土産も買って、飛行機に乗ろうかと直前でダメ元で、僕はお相撲さんになりたいんです、もう一回チャンスくださいって言って、こんななりたいのかっつって、よかった探してやるって言って、今の宮城の宮城の方に連絡してくれて、それで親方が、あ、そんなに言うんだったらって取ってくれたの。白鵬のお父さんはオリンピックのメダリストでモンゴルの英雄なんだよ。それを知らないで、最初の見た目だけでみんなスカウトしなかったんだけど、実は血族がすごいと。やっぱなんか素質があったんだね。だってお父さんはモンゴルの英雄なんだけど、モンゴル相撲しかやってなくて、でモンゴル相撲ってオリンピック競技ないじゃん。レスリングやったらお前いけんじゃないって言われて、でレスリングにやったこと、大してやったことないのにちょっと練習して出て、それでメダリストになっちゃった。すごくない？はい？聞いてる？すごいんですよ。メダリストになったんでしょ？なんでだった？柳？柳？わかんない。なんかわかんない。柳って何？高跳び？やり投げでしょ？やり投げ？レスリング。あ、レスリングね。あと動画練習だけ。さあ、それでは、一杯やらせていただきたいと思いますね。今日はこの佐賀県のこれ酒蔵さんですけどもね、水竹酒造さんの魔界への誘いというこれも本当に人気の焼酎ですが、これあのママのお友達が、あ、そう、さゆちゃんが送ってくれたの。ママのお友達のさゆちゃんという方からいただいた、ありがとうございます。送っていただきました。嬉しいですね。美味しいんですよね。はい、乾杯です。あ、乾杯。いただきます。うまいさゆちゃんの味する。さゆちゃんの味です。さゆちゃんの味はしないね。知らないよ、さゆちゃんどんな味なのか。いやー、美味しい。この芋焼酎なのにこのスーッとこう入ってくるね、これが魔界のイザナイの芋焼酎。本当に美味しい。ちょっとじゃあ飲んでもらっていいですか。うん、超美味しいでしょ。美味しい。これやばいんです。さゆちゃん、ありがとう。さゆちゃんの味がするね。これ炭酸で割っても美味しいんだよね。ちょっとね、その量がね、変な話、もう9182ぐらいの割合で炭酸を入れるというね。ダメだ。あ、出てうまいな。美味しいね。あれは美味しいですね。
最高だね。ありがとうございます。何してんの？何してんの？あ、豆腐食べたかった。何やねこのつまみなんだけど。ちょっと先輩食べないで。うまっ。もういいじゃん、お前。いいやね、お前は。いいやもん、うん、あ、おいしい、はい、ぜひ皆様、マカエルに頼り、ね、頼んでみてはいかがでしょうかという感じでございますけども、じゃあ、料理の続きいきましょうかね。はい。SNS のフォローもしてね。グッズもいろいろ